れ。お疲れ様です。これがあの戦闘服だでな。お、ちゃんと道路の占有許可も取ってやっとんな、うち。お疲れっす。お疲れ様です。ああさ、また来たかよ、めんどくせえのか。忙しいのに。もうちょうど昼時だでいいかなと思って。ああ、これリブが深いもんで、大変ですね。これリブが深い。でもローラーでギリギリいけるんか。これ、ほら、見て。リブが深いだろ。リブってあの、はい、ボコボコのところが。ああ、これ。そう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 。大変だね、これ。大変ですね。カロさん。レジェンド浜野、大変ですか。大変です。突然来たね、めんどくせえなって。ヘルメットかぶってないしね。はい、かぶりました。まあ、下なんでね、1回なんでしょ。昼の休憩前なんでヘルメットを取っただけですよね。ここ狭いですよ。ああ、ここは狭いな、中村。そうですね。こっちほら、見て、めっちゃ狭い。うわっ。これ狭い。アンチも真ん中にいるどうだな。見える？アンチも。真ん中にいるどうだ。本当そういうことですね。狭い。まだアンチが入るだけいいけど。入らんとこもあるから。あ、そうなんですか。ってことはもう手すりの上に乗って歩くしかない。手すり入ってないだろ。入ってないですね。床、床、床で。はい、うん。床が全部真ん中に入れて。はい。板がつなぎになってくるのかな。はい。ここに板はめて。はい。で、手すり兼床っていうやつだよな。ああ。板が手すりになる。棒だけ立ったら倒れるだろ。そうですね。それで板でつないで倒れんようにしとるよって。ああ。結構不安定。これは大変だよ、ここは狭いもんな。そうですね。うわ、これ大変だね。今これ下塗り終わって中塗り中ですか。いや、これ狭い。これ見てみ。うわ、これ何本ですかね。狭いな。狭いですね。あ、ちょうどいいだ。あ、レジェンド浜野、車チェックしようぜ。あ、気になりますね。あ、でも綺麗にしとるね。おお、いいスタートにさせてもらったよ。うわ、すごいね、ローラーもこんな持っとんだ。絵だけで全部違う。まあ、いろいろ容器がありますね。うわ、すごいし、長い短い。え、長い短いがある、ね、はぁ、短いですよ。あ、もう全部持っとんの。すごいですね、用途に合わせて。はぁ、すごいな。すごいですね。ヘルメットはこの枝だけどな。そうですね、買ってなかったですね。あ、これいいじゃん。これすごい便利だ。これ用のやつなんですか。いや、これはこれ用のやつで、なんか車の車前であったもんで。ああって、あ、これ使えるなって聞いたことも聞いた。一緒にも こんなコーキングもやっぱ全部タイツ持ってるんですか。はい、まあ、タッチアップとこれ使うんですか。釘たまに釘頭。ああ、やっぱな。うん、なんでやらんやつおるだろう。屋根の板金絶対で取るですか。うん、あれをちゃんと全部ぶっ飛んだわ。へえ、わかる。いや、わかんないです。いや、でもなんかそう。何？え、ほんと。あ、このエアコンのやつも、なんでこの本と屋上乗るんですか。トップだけ。はい、材料何塗るんですか。水性の、何だったかな。あの、マツバトルに入るやつ。はい。アセトンもなし。なしです。で、いける。あ、いけるんすか。ほんと、大丈夫。あれ2発でいいって言ってました。で、それ、そういう材料って結構出るでしょ。下塗りなしでいいとかいうやつ結構出とるけど、まあ材料がもうその下塗りなしでいいよってやつもあるんだけど、うん、でも実際やっぱめくれやすいんですよね。そうですね。人が歩くでしょ。うん、全く分からないですよ、その屋上なんで。あ、屋上の、あ、まあいいですよね。あ、それはいいわ。1階塗っても全然密着してるような感じなので。あ、それはいいですよね。掃除だけしてる。あ、もう一発入れてみたんですか。はい。あ、まあそうですね、防水の状態良かったらトップでいいですもんね。もういいじゃん、あいつも頑張っとんな。あ、シリが、シリが言っとる。シリが、シリが反応した。浜野さん、天敵に会いましたか。まためんどくさいやつが現場に来ましたか。帰らせましょうか、こいつはって急に言ったんですか。いや、もう、いや、なんかこいつらが浜野さん近くにいますよって言って、あ、じゃあ行こうかって。波形とかちょっと見せてください。レジェンドの波形を。レジェンド浜野の道具は見ようか。そうですね、気になりますね。俺今度あの1万円のハケ買ったんですよ。1万円テストでやってみようかなと思って。1万円ですか。あ、レジェンドにやってもらって。いや、あの寺岸ぐらいにやってもらって。うわ、すごいね、これ全部違う。あ、これ結構高いやつでしょ、ラショウモって。そう、そうでもないですよ。これいくらぐらいするんですか。そんな高いハケ買わないもんで、400円とか。あ、これ、うん、あ、そう、
やっぱり物がいいといいんですか。これでも全部いろいろサイズも全部違うね。女性用もあるじゃん。女性用とかあるんですか。うん、女性用、女性用だろこれ。女性用ですねそこは突っ込むんだお前やっぱ水性と油性じゃ何が違うんですか。ハゲって毛が違いますね。でどういう風になるんですか。油性用を水性で使ったらまずいですか。まずいですね。団子になっちゃう、固まっちゃうもん。これが水性用なんだ。あ、これ水性用なんだ。GP、これ結構いいやつ。高いですね。あ、これ高いですか。高いです。3、4千するんですか。3、4千高いぞ。高いやつは何が違うんですか。持ちがいいですね、やっぱり。何が違う、はい、で塗る感じはもう違う。違います。もうやっぱりいい、はい、あのビシッと揃うんで、はあ、線が取るというか、あのピャッてならんみたいなね、先っぽがシュピャッてなるで、安いハゲはどうしても毛がピュッピュッてできちゃう。ああ、だからスーッていった時にハゲの吸い込みっていうか、シュパッてなるっていうかね。ああ、これこうやって、あ、ほんとだ、整うもんね。ここがね、で水つけるとこれ一回ピーンってなったりするんですよね、こうやって。安いやつは、なんでこれがちゃんとクラッて集まるってことだ。これ高いもんね、これ。はあ、これ高いじゃん。綺麗に黄金だもん。これも水性バケですよ。これも水性バケ。いや、そんなに水性使うっすか。いや、ほとんど最近はもう水性の方が多いでしょ。水性でハケなんかあんまり使わんでしょ。水性バケでももうすごいね、やっぱいろいろ持ってとんね。これなの。これはトイの狭いところとか、こう、ハフトはトイの軒梁の間とか。これも使い捨て。使い捨てです。あ、もったいない。あ、でもやっぱたまに使うんだ。楽ですね。あ、何個も持ってるでしょ。狭いところに。あ、裏側のやつと、あ、両面いけるやつと片面と、はい、これ一回使ったら棒ごと捨てるんだ。もうぽいですね。なんかつけたりとかそういうのじゃないんですね。あ、物に合わせて曲げて塗装できるんだ。あ、これすごいね、画期的だね。これいくらぐらいするんですか。これ安いですよ、200円とか。そうだよね、使い捨てたもん、俺の頭も。ハムさん見た？俺の頭。見ました、見ました。見た？ YouTube 見た？俺が大好きな文字が売ってるんで。見た？これも使い捨てだよね。水性頭。水性にはボタン。トイレつけたら多分ボタンでも。若々しくなってるじゃないですか。あ、いい？ハムさん髪の毛あるでしょ？ありますよ。あるもんね。ちょっと待って。だっていくつですか今？僕53です。53だよ、これなんだよ。これは43。ちょうど10個ぐらいだ。これでも俺の量より多いもんね。めちゃくちゃ多いよね、毛。いや、そんなことないですよ。だいぶ薄くなってきましたよ。減っとる？はい。めちゃめちゃあるもんな。うん、ありますね。俺はないですね。あ？ない。殺すぞ。いや、あります。はい、あります。おいおい、こっちの方が若いっすか。え？こっちの方がいいっすか。いや、結構コメント欄良かったね。そうそう、恥ずかしい。これあんまり痛まんよ、これつけとんだ。視聴者の皆さん見られちゃった。レジェンド、あ、これハケとかも全部、これも全部持ってる。これも全部持つんだ。これ何使うんですか、これ。これはゴムライス。これ何使うんですか。これ材料、こう、なくなったら、少なくなったら、こう、こさえて。あ、そういうことか。下に溜まるじゃないですか。あれをこう、下。あ、それで使うんですか、逆に。あ、現場の躯体になんか使うわけじゃないですか。具体でも使いますよ、あのシールとか。あ、シールの鳴らしとかね。まあヘラだもんね、いろんなもの使うのか。結構いろんなもの持ってやってるですね、やっぱ。それは何ですか。それはこれはパテか。ヘラですよ、パテの。パテだ。もう何十年もやってるでね、やっぱ。これ腰一つ治療の腰痛だった。あ、でもさすがだね、プレジデントだね。腰痛持ちだもんね。筋トレがいいとか言うよね。そうですね、やっぱり腹筋と背筋を鍛えて腰の周りを鍛えんとダメらしいですね。やってます。やってないですよ。 YouTube では今あるじゃないですか、いっぱいね、出てるじゃないですか。 YouTube ストレッチはやってますけどね。やっぱりやるようにしようですか。はあ、やっぱそんなに悪いですか。やっぱひどい。出しようはいいですけどね、あのやっぱりハードにやるとちょっとあのちょっときついです。重たいような感じ。うん、まあ昼ですか。まあ昼です。じゃあ浜田さんと一緒に飯食べましょうか。今撮った？それは長ありましたよね。そう、さすがだね。奥さん作ってくれるんですか？うん、なんか違うな。いいですね。うん、こう優しい人にはやっぱいい奥さんがついてるわ。そうですね。俺は。いや、俺に、ま、お前が弁当作ってくれる。いや、僕は自分の弁ですよ。あ、足場板もここに乗っしょるじゃん。ああ、さすがだね。これなら最初からあれバイク引っ掛けれるなと。ここはあの。乗せれるんだけど、あんまり重いもの乗せると多分壊れちゃう。あ、で足場引っ掛けるだけ。やっぱ年谷さん、これ乗ってるもんね、結構ね。そうですね。だってこういうのもわざと引っ掛けれるようにできとんだね。そうです
れはいいわ。こっちもかけれ、こっちはかけれんか。横だけ全部かけれるなってるもんで、いろんなもんぶら下げるしな。仕事のやつにいいんだね。で、材料もこれ塗る？塗りますよ。まあ何回か分けて。はい。まあ、バーッと乗せるときは、まあ、戸建てだしね、大きいあんまり物件だとちょっとね、もう全部こっち寄せちゃって、寄せて、大丈夫だから。ああ、そういうことか。で、まあ、一発だけだもんね、大変なの。そんな感じです、皆さん。はい、あんまりレジェンド浜野の仕事見れんかったね、ちょっとずれちゃったな。そうですね、お昼過ぎました。ちょうど昼時だで、ちょっと視聴者の皆さん、また今度、これずっとおるんですか？そうですね、来週でもいます、ね、なんかちょっと見たいね、ハケさばきを見たいですね、視聴者の皆さん、ちょっとこんな、ね、で、ちょっと俺一日おるのはきついもんで、はい、視聴者の皆さん、今度ハケさばき。え、塗装歴？塗装歴30、運命、レジェンド浜野、腰痛持ちの男のハケさばきは一日密着で次回撮りますので、あの塗装の職人さんもチャンネル登録いいねよろしく。あ、で塗装の職人さんね、あのぜひあのマッチング、はい、あの塗装屋さんと一般の人のマッチングのサイトをまだそれ作ってる最中ですけど、あの、うん、応募サイトだけで生きとるんで、はい、で愛知、まだ三重、岐阜、愛知となんか東京とか そっち系だけかな。でもまあ全国に広げていくつもり、そこで当たったら全国広げていくつもりなん で多分これはもう有料になるけど、まず50社限定で無料にしてますんで、塗装屋さんはぜひ、うん、レジェンド浜野が登場しますので、あのそっちの登録もお願いします。またねー。ありがとうございます。